何でしょう。柴田の患者でも撃たれたんだろう。さあ戦の始まらぬうちに品物をさばいちまわなきゃな。長浜だけでさばけますか。うん、羽柴様の軍勢が入ってから城外一帯は素晴らしい繁盛だそうだ。私も行ってはいけないの。いやダメだ、女はいけない。無法な足軽どもが何をするか分からないでな。それにお前には源一がいるんだ。うちで留守して。立派な侍になっといで。出された望みもいい加減にするがいいんだ。吉がやろめ。大きな望みを持たずに出世ができるか。望みは大会の私か。夢でも見てんのかい。槍や刀の持ち方も知らないで侍になるもないもんだ。運を守って働かないと全員にはきっと不幸せが来るよ。それは俺が出世してから言ってくれ。弓矢八幡大菩薩も将来あれだ。俺はもうつくづく貧乏が嫌になったんだ。兄貴一緒に連れてってくれ、頼む。まだ言ってるのか。つまらない望みは捨てろ。俺は町まで車引っ張っていく。いい加減にしないわバカ野郎。兄さん夢を見てるんだよ。長浜へ行けば出世の鶴が転がってると思ってるんだ。困ってるぜ。じゃあ宮城よいしょ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 。身分を不相応な欲を起こして当兵ばかりじゃない源氏郎だって同じことだ。商いもいいが土作様入れに儲けたような金は決して身につくもんじゃない。金が入ればまたその上に欲が出る。それよりもまあ戦に備えて支度をしておくことだな。源氏郎が帰ったらお前からよく意見をしてやんなさい。はい。なごめんくださいな。あ、母ちゃんだ。おかえりなさい。いいか、見ろ。これは何を言ってるんだ。まあ、あの品物がこんなに。おい、持ってみろ。え、見たことあるまい。早く見せたくせ飛んで帰ってきたんだよ。これが飽きないというもんだ。お前にも分かっただろうな。東部さんは一緒じゃなかったんだ。あいつな、長浜の位置の人混みで立派なお侍を見ると俺の止めるのを聞かずにその後くっついてしまった。Oh, my God.
命を投げ出して忠義をあげます。先生、小じきも蹴られにできるか。しかも望んだら不足をつけてこい。不足、不足とやりがあれば蹴られにしてやるぞ。行け小じき、それだけあればその辺になれますか。ああ、なれなれ、なんだ、まだいるのか。そっとやりを持ってこい。ああ、美しいね。嬉しいだろう。綺麗だ、綺麗だ。お盆とお正月が一緒に来たようなああ、来る年も来る年もせめて着替えの一枚も買いたいと思いながらどうにもならなかったが、やっと望みを果たしたどうだその嬉しそうな顔はこの小袖が嬉しいのではありません。買ってくださるあなたの心が、あなたさえいてくだされば私はもう何にも欲しくありません。おい、まあ、見ろ。干し芋、油、干し粉、甘酢、餅、万事金だ。金がないから辛くもなるんだ。望みもなくなっちゃうんだ。よし、お父ちゃんはもっと働くぞ。ひどっくりのさ、もっと儲けるぞ。さて、焼けるだけ焼き物を作るんだ。わずかばかりの出来合い物で、あの通り銀三枚に売れたんだ。もうおよしなさい、お金はこれでたくさん。名主さんの話では、明日にでも柴田様の軍勢が来るかもしれんと言います。こんな時を見かけていかずとも。何を言ってるんだ、戦だからなおいいんだ。そこを儲けてきたじゃないか。前にうまくいったから、この次もまたうまくいくとは限りません。あなたの身にもしものことでも。取り越し来るわ、やめろ。お、おはも兄さん。心配するな。 あんなボロを着た百姓を家来に雇うような侍はないで。もう帰ってくるよ、心配しなくても。さあ、上がって一杯お飲み。さあ。このアホ、目が覚めたか。小敵のような姿になって村一番の大馬鹿者。まずんだ、しっかり。はい、子供作ることを仕事にならない。早く仕上げてしまわなきゃ間に合わないんだよ。さあ、お仕事の邪魔になるからそこに座ってなさい。お母ちゃん、おっぱい、おっぱい。しょうがないな。ここであげるからね。さあ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 、もう一踏ん張りだ。人柄が変わったように気ばかり焦って、私は夫婦とも稼ぎで気楽に働いて三人楽しく日を過ごすことができればと、そればかりを願っているのです。働いたんだ。
き上がったらまた長浜行こう。今度はうんと金儲けるから。分け前はくれるだろうな。当たり前だ。三つ一つはお前にやるよ。金が見たい。金を手に握ってみたい。うちの人も兄さんも今度ほど一生懸命に働いたことはない。この釜の中へ男の力も魂も何もかも投げ込んでしまってさ、もしもこれでしくじったら二人ともどうなるかわからない。親子三人楽しく暮らせればそれでいいのに。危ない橋を渡って男の人には勝てない。うちのような地道な人があんなになって、戦は人まで変えてしまうのね。でもお金を儲けようというのならいいじゃないか。なんだろう、あなた起きてください、うん、起きて、うん、あ、噂にたまわず柴田の軍勢が来たんだな、うん、できたよ。
人が。早くいただきましょう。どうしたんだろう。しょうがねえさ。うちの人知らないか。さあ、出ねえな。この音も少なくなったようだ。うん。源次郎どこ行く。今降りたら危ないぞ。侍はすぐ引き上げていく。もう少し辛抱しろ。待ってろ待ってろ待った方がいいぞ。そんなのんきなこと言っちゃいられない。言っときゃ。あなたは行かないでください。火が消えたらそれは気になって。釜はもう諦めてください。捕まったらどうします。火は消せねえ。釜はまた焼けます。翼いつでも焼き直しますから。行かない。見捨てられるものか。違う。見捨てられるものか。そうか。お浜、お浜、船頭の娘だ。おい、船を漕ぐのはお前の役目だ。いいか。土地は大丈夫でしょうか。裏道伝いに尾上の浜へ出よう。だが船が手に入るかな。尾上の浜へ出れば捨て船の一艘は二艘ある。さあすぐ鎌出しするんだ。ほら行こう。ほら Yeah.
霧が深いから気をつけろよ。源一、これが湖だよ。綺麗だろう。ああ、もう心配はないぞ。ああ、よかったよかった。船でよかった。丘で行けば今頃はもう命がなかったね。明日の朝までには大溝へ着く。あそこは名だたる優勝丹羽五郎左衛門様のご城下だ。長浜よりももっと繁盛だぞ。お前も俺も今度は大金持ちだ。宮城のお浜も金持ちの女房だ。これは中野坊へ蔵を建てる。これは具足を買う。の船頭だ。荷を積んで安土へ行く途中で海賊にやられた。水をくれ水をくれ。という印です。さあ女は岸へ戻そう。俺たちは運を天に任せる。行かないでください。私は行くよ。この人は目が離せる。女は去られるぞ。その時はその時だ。どうでも行くなら私も行きます。どこまでも連れて行ってください。お前には元気がいる。連れて行ってください。おい若間戻るだ。早く来い来い。すぐ帰る。10日とはかかる前で待ってろよ。あなたも気をつけて。賊が出ても手向かわないでくださいよ。ああ分かってる。表街道行っちゃダメだぞ。裏道を通ってさっき言った通り美濃街道の裏山に入るんだ。当分はうちの方へは近寄るな。いいか、辛い苦しいと言ってもしばらくだ。我慢しろな。藤兵衛さんも浜さんも頼みますよ。いいよ。帰ってくるから安心して待っておいてよ。おい源一を頼むぞ。たんまり銀を持って帰ってびっくりさせてやるな。お父っちゃん、気をつけてくださいよ。ご無事でね。気をつけてくださいよ。
その花いじをいただきます。これはね、それからそのとくりと杯をいただきます。それからその飯碗と皿とこの壺もお願いします。飯碗と皿とそれから壺でございます。この山陰の靴屋敷を届けてくれます。お金はその時にお払いします。ありがとうございます。侍になれるんです。たち、やはり、不足。せっかく稼いだお金をそんなことに使われてたまるか。バカ、払ってくれ。いいか、おい。ごめん、ごめん、おしまい。やらせてくれ。今度会うときは、立派な侍になって会うぞ。おい、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 したのかね。くそこくれ。トーベ。どうだ。侍らしく見えるか。立派なお侍だ。しかし槍を持たねば。よし、くれ。
女房がこんな目に遭わされてそんな満足だろう。それで出世ができればお喜びなんだろう。同盟の大馬鹿野郎、同盟の若者。戻るまでちょっと匂いをお願い申します。ようございますと。すぐ戻ると思います。そうです。どうぞお願い申します。相談だが、お前らの画家に着せるもんじゃないぞ。体が腫れるぞ。金は持ってるぞ。ありますまいと思いましてね。これはどうも恐れ入ります。ついておいでなさい。様とおっしゃるのはあのお姫様のことでございますか。朽木左衛門様のご入りです。早くお通りください。遠慮はいりません。Thank you.
苦労です。お入りな。あなたは北近江の源十郎様でございましょう。どうして私の名をご存知でございます。一の雑踏の中でむしろに並ぶ焼き物を見て、私は自分の目を疑いました。青ぐすりのキラキラと光っているのが水晶を散りばめたように見えるではありませんか。私も父に教えられて少しは物を見る目を持っています。どうしてあんな美しいものができるのか、お目にかかってお話が聞きたかったのです。人に伝えてはならぬ秘伝でもあるのですか。いいえ、秘伝というほどのこともありませんが、薬の掛け塩梅や土の扱い、長年の手慣れでございまして。手慣れの末の美しさ、優れた腕のお方から初めてあんな美しいものができるのでしょうね。恐れ入ります。私の作ったものではありませんか。あなたの焼いた器でお酒がいただいてみたくなりました。こんなお方のお目に留まって幸せなやつだ。百姓片手間の仕事ではございますが、自分のこしらえましたものが子供のような心持ちがいたしまして、大事にかけてくださるお方があると嬉しくてなりません。しかもこんなお立派なお座敷であなた様のような美しいお方のお手に触れるかと思うと夢のような幸せでございます。いいえ、私のような落ちぶれ者の手にかかっては心を込めたお作が泣きましょう。さあ、お一つ。自分の作ったものがこれほど美しく見えたのは初めてです。人も物もところによってこうも値打ちが変わるものか。茶碗も皿も立派なお座敷に出世をして間をついています。あなたの腕は貧しい片田舎にうずもれて終わるものではありません。あなたは
持っている才をもっと豊かにしようとお思いにならなければ。それにはどうすればよろしいのでございましょう。若狭様とお語らいなさればよい。またと言わずこの折にお契りなされたらよい。信長のために、憎むべき信長のために滅ぼされました。後に残りましたのはこの姫様と乳母の私だけです。先殿様のお心は今もまだこの屋敷にとどまられ、姫様が回れますとこ
のようにお歌いなされるのです。立派な良いお声でございましょう。姫様のご祝言をお喜びになっておられるのです。私はあの声を聞くたびに、お目覚めにははようございます。ゆっくりお休みなさいまし。私はどうしたんでしょう。あのおっしゃりよ、何もかも忘れておしまいなされたよ。もうお目覚めでございますか。さあ我が妻様のお手を取って湯あみをさせておあげなさいませ。もうウコンは手を貸しませぬよ。話しますけれど、こんな楽しみこの世にあろうとは知らん。醍醐味だ、天国だ。
ないか。
にも不相な太平首を拾ったの？拾ったのではありません。私が突き殺しました。佐久間康政が陣中にその人ありと聞こえたる。不破勝次は生なき増用の手にかかると思うか。いやしかし拾い物にもせよ貴様の手柄に違いない。褒美を使わそう何なりとも望め。魔と鎧と家来をいただきとう存じます。魔に鎧と家来か。よし使わそう。ありがとう、ありがとうございます。味なかったはいいやつだ。どこの御家中の侍大将です。不破勝重という豪傑を討ち取った方だ。ほう、お名前は？皆様の家中、出世頭の中野子の東明様だ。あやかりたい奴はよく思わんとおき。この足で国へ帰るのだ。この姿を見せてやる者が待っているのだ。そんな暇はない。お頭、出世祝いを兼ねてのご祈願の見せ所です。寺に一度楽しみにしておったのです。そうか、よし。丹羽五郎左衛門の幕下中野郷東明休属いたす。席を申し付ける。席をここに決めて使わす。ありがたくお受けいたせ。ありがとうございます。
満足だろ、本望だろ。人が偉くなるためには嫌な辛抱しなければならないさ。女房がこんなに落ちぶれてもお前が出世をすればそれでみんな帳消しさ。さあ今夜お前もお客になって功名立ててもらった褒美で落ちぶれ女この私をお買いよ。おはま、利子も出世もお前がいればこそだ。嘘だ、侍になれれば私などどうなってもいいと思っていたんだ。違う、おはま利子にすれば褒めてくれると思ったんだ。俺お前がこんなになってるとは知らなかった。諦めてしまったの。みんなお前の罪だ。元の私に洗い上げることができるかい。できると思う。それができなければ私は死んでしまうだけだ。できると思う。きっと元のお前にする。幾度死のうと思ったかわからないのにもう一度会わなければ死にきれなかったんだよ。その心が憎らしい、憎いらしい。死にきれなかったんだ、死ねなかったんだ。これと。これと少し足りないが曲げてくれないか。それではこれはこっちに引いときましょうか。それも欲しいんだが靴木屋敷まで来てくれ。足りない金は払うからな。靴木屋敷、そうだ、あの山陰の靴木屋敷だ。これあげます。帰ってください。お金もみんなあげます。帰ってください。待ちなさい。何かご用ですか。恐ろしいことだ、まがことだ。え、何がですか。よくお前の顔を見せてほしい。私の、そうだ、立ち話もできる。さあこっちへ来なさい。はい。お前の顔には思想が出ている。何か怪しいものに愛はしなかったか。いいえ別に。お前はうちはないのか、妻子はないのか。お前を頼りにするものがあるなら早く帰れ。この上さまようていては命がない。早く帰りなさい。なぜでございますか。わけはない、命がなくなるのだ。私は今靴木屋敷で若狭様と楽しい日を過ごしているんでございます。それが至上じゃ。バカバカしい。お前は望んではならぬ恋を望んだのじゃ。妻子が愛しくはないのか。妻子も命も捨てるのか。待ちなさい。それほど行きたくば行くがよい。だがみすみす取り殺されるものを見捨ててはおけぬ。資料を払ってあげる。来なさい。その目、その耳、鹿と資料の恐ろしさが分かれば夢も覚める。
洋楽を。嬉しいこと。よくお心がつきました。よかった。あんまりお帰りが遅いのでずいぶん案じておりました。何やらお元気のないお姿、どうなされました？どうなされました？もう外へ出てはなりませぬよ。ご一族が滅ぼされてしまいなさると、私どもを侮り下げすぎ、あらぬ雑言を吐くのです。浅ましい世の中。源十郎様、あなたをもうどこへもやりたくないね。この屋敷を捨てて私の国へ参りましょう。源十郎様は私の生涯の夫、言ってくれますね。許してください。私は嘘をついていたのです。え、私には妻や子供がいます。国に、戦の中に残してきたんです。そのようなことはもう忘れておしまいな。帰らせてください。いいえ、返しません。私と一緒に国へ帰りましょう。すぐに。飛ばされた姫、何やら肌につけている。肌？源十郎様、あなたは肌に。その肌につけたものを取り出せ。なぜちぎりを交わされ、わからない。なぜこんな過ちを起こしたのか。男は一旦の過ちで済もうが、女はすまぬ。お許しください。私は国元へ返してください。いや、返さぬ。仏の祈り、呪い、それを拭いなさい。拭わなければ許しはできぬ。源十郎さん、どうしてこのような恐ろしいことをしてくださいました。若さん、いつまでもおそばに置いていただきとうございます。いつまでも。若さ様はこの世に生を負い、の情けも知らずに墓のをなられました。そのご不憫なお姿を見るにつけ、せめてただ一度女らしいお幸せをお知らせ申したい。姫様をお連れ申し、こうしてさまよい出てまいったのです。その願いが可能、あなたのような良いお方に巡り合い、一生にただ一度のお方らに、やっと思いを遂げられた喜びのさなかに、今お帰りなされてはもう二度と会うこともできません。姫様のお幸せをそんな儚いものにされて、お心にとがめはしませぬか、口惜しくは思われませぬか。源十郎様、そんな恐ろしいお心はお捨てください。そして末永お姫様と。お許しください。お許しください。
お前から行方の知れないご神宝だぞ。違う、靴木家の若狭様のところにあったものだ。盗んだのではない。何、靴木家。そうだ夢でも見ているのか。ここが一門死に絶えたその靴木の屋敷やとは。こいつ口から出回らせばいいよ。このご神宝が屋敷のどこにあったというのだ。怪しい奴だ。体を改めろ。お、いや、それは違う。わしの金だ。返しが黙れ。遺体の時だ、ゾロにぶち込んでくれるんだが、今はその牢屋も柴田勢に焼かれてないんだ。情けだと思え、幸せな奴めは。遅くなった。すまなんだ。お帰りなさいまし。さあさあ、さあさあ、心配しただろうな。ようございました。無事でよかった。本当に無事でよかった。よかりました。源一は寝ています。抱かせてくれ。抱かせてくれ。
源氏。源氏、帰ってきたぞ。お父ちゃん。帰ってきたぞ。お父ちゃん、帰ってきたぞ。抱いてやろうな。抱いてやろう。抱いてやろうな。立派な土産物、二人に持ってきてやろうと思った。そんなもんで、僕やな、俺は大変な過ちをね。何もおっしゃいませんで、あなたは無事に戻ってきてくださったんですから。目が覚めた。お前の言う通り、俺の心は歪んでしまっていたんだ。もうそんなお話はおやめになって。さぞお疲れでございましょう。さ、お酒もできております。さ、お鍋も食べ頃に煮えておりますから。
がいるんだろう。ちょっと開けてくれ。ちょっと開けてくれ。誰がいるんだ。開けてくれ。長井様、源次郎、帰ってたのか。どうも留守の間いろいろお世話になりまして。ほう。ああいたいた、坊主。どこ行ったかと思って心配してたら、はあ、よかったよかった。ああよかった。お前が帰ってきたのがすぐ分かったんだな。おい、宮城、宮城。源次郎、お前夢でも見てるのと違うか。夢。宮城は落ち武者に殺されたよ。え、殺された。まあ無事でいてくれりゃどんなに喜んだか知らないと思うんだが、かわいそうに。名前だぶつ、名前だぶつ、名前だぶつ。宮城が死んでからこの子はわしが引き取っているのだが、急に見えなくなったので昨夜から大騒ぎだ。親子というものは争いものじゃな。お前が帰ってきたのをこの子がどこで知ったのかな。お前さんはバカだから自分で不幸せな目に遭わなきゃ気がつかなかったんだね。戦が俺たちの望みを歪めてしまったんだ。私の苦労を無駄にしちゃ嫌だよ。しっかり元気を出しておくれね。なぜ死んだ宮城、なぜ死んだ。死んではおりません。私はあなたのおそばにおります。あなたの迷いももう消えました。本来の場所で本来の姿に戻るのです。さあ早くお仕事を。まあ綺麗な形だこと。こうしてろくろのお手伝いをしているのが楽しくてなりません。早く焼き上がったところが見たい。薪は割ってあります。もう乱暴な兵隊もいません。安心して立派な焼き物を作ってください。いろんなことがありましたね。今あなたがやっと私の思うお方になってくださったとそう思った時、私はもうこの世の人ではなくなったのです。これが世の中というものでしょうね。
行し。さあ坊や、うまいよ。あったかいうちにお食べ。兄さん、冷めないうちに。